第二本法徳者の正門。左の門中には、平、五木門。右の門中には、道徳門と刻まれており、法徳思想が説く経済と道徳の調和を表現している。法徳思想は、二宮尊徳が解き広めた、経済思想、経済学説。経済と道徳の融和を訴え、尻死欲に走るのではなく、社会に貢献すれば、いずれ自らに還元されると説く。 たらいの中の水に例えることも多い。公益社団法人である大日本法徳社と全国の地域、職域ごとにある法徳者が中心となって普及活動に努めている。二宮金次郎の造法徳の教えとは、二宮尊徳が独学で学んだ神道、仏教、儒教などと農業の実践から編み出した豊かに生きるための知恵である。 神仏寺を究極的には一つに至ることのある道に過ぎないと位置づけ、神仏寺それぞれの概念を自由に組み合わせて解かれている。そのため法徳の教えを法徳教と呼ぶことがあってもそれは宗教を意味するものではない。法徳の教えの中心的概念は対極である。この対極に沿った実践を行うということが法徳教の根幹をなす。二宮尊徳はこの対極を 三歳法徳金毛ろの中で円を描くことによって示している。この円を分けることにより、天地、音陽などの区別が生まれる。つまり、対極とは、すべてのものが身分化な状態、一種の混沌状態を指す。対極は常に、そこにあるものであるため、人間が何をしようが常に対極と共にある。しかしながら、人間は我であるため、 常に対局と何らかの関係を取らなければならない。そこから対局に対して積極的に向かう姿勢であるテントと対局に消極的に向かう人道の区別が生まれる。孫徳は天と二にのみ沿って生きる心構えを童心と呼び、人道に沿って生きる心を人心と呼んだ。童心とは天の理に沿って 私欲を捨て生きることである。人道とはが欲にとらわれた心であり、欲するばかりで作ることがない。心が人道にとらわれた状態でいる限り人間は豊かになることができない。童心に沿った生き方をして、初めて人は間の豊かさを実現できるのである。ここで重要なのは、童心に沿った生き方というのが、どこまでも実理的、実用的に説かれているところである。 道心は、それが善だからなどの道徳的な理由で、選択されるべきものなのではない。法徳教は単に、人心に従えば衰え口、道心に従えば栄えるという道理を特に過ぎないので、ある。法徳思想の啓蒙、普及に尽力した、岡田良平道心に沿った心の状態を、法徳教では、誠と呼ぶ。このとは、儒教でいうところの徳や等しという概念に等しい。 ものである。つまり、対局に対して積極的に向かっていく暮らしとは、まず誠を尽くしたものでなければならない。我の心を対局と積極的に関わる状態、つまり誠、徳、人志の状態に置くことを、姿勢と呼び、姿勢がまず実践の第一をなす。この姿勢の状態で日常生活のすべての選択を行っていくことを、勤労と呼ぶ。姿勢が、 心の状態を指すのに対し、勤労は、それが行動になって現れた状態を指すのである。そのため、勤労とは、働くことを含むが単に働くことを指すのではない。勤労することで、日常のすべての行動が、との状態から行われるため、当然それは消費活動にも現れる。無駄がなくなり、贅沢をおのずから慎むようになる。これを、分度という。つまり、 分度とは決知をすることではなく、姿勢から勤労した結果に自然と使わざるを得ない、もののみを使うということを意味する。そして、最後に分度して残った贈与を他に譲ることを、水上と呼ぶ。分度と同様に、水上は単なる贈与なのではなくて、姿勢、勤労、分度の結果として残ったものを譲って、初めて水上になるのである。以上のように、動心を立てた結果として、 姿勢、勤労、分度、水上を行っていくことで初めて人は物質的にも精神的にも豊かに暮らすことができるというのが法徳教の根本的論理である。ここで論理というとき、それが教えそのものでないことに注意が必要である。法徳の教えの真髄とは、これらの姿勢、勤労、分度、水上の実践の中で、 いかに徳が徳によって報われていくかということを見極めることにある。この実践の中で、初めて理解できる言語化できないものこそに、法徳の教えの真髄があり、尊徳が見えぬ教を読むという言葉で示しているのはまさに、このことを指す。また尊徳が単に本を読むだけで実践につながらない態度をいさめて、単なる本読みになってはいけないと語ったのも、同様の事情によるものである。 ありがとうございます。